ビ。あったあった、佐賀市消費生活センター、ここに相談したらいいのね。自宅に水質検査をしに来た業者さんの勧めもあって、浄水器を買う契約をしちゃったんですけど、やっぱり必要ないかなって。クーリングオフがあります。今日の佐賀市テレビは、毎年5月は消費者月間の話題です。ご案内は佐賀市役所生活安全課の山口さんです。お願いいたします。お願いします。毎年5月は消費者、事業者、行政などが一体となって、消費者問題に関する教育や啓発などの事業を集中的に実施。それが消費者月間。今年の統一テーマは、みんなの強みを生かせ、安全安心な社会に一億総活躍。だから気をつけて、突然業者が訪ねてきて、高額なリフォーム工事を契約しちゃったとか、電話勧誘で高価なものを契約しちゃったとか、空き付き商法や詐欺など消費者トラブルに巻き込まれないためのキャンペーン期間なんです。ここで覚えておきましょう。クーリングオフとは、消費者が訪問販売や電話勧誘などで購入した商品やサービスについて、契約書を受け取った日を含めて8日間は無条件で契約解除ができる制度です。ただし必ずはがきなどの書面で行いましょう。佐賀県と合同でイベントもあります。来る5月28日、ゆめタウン佐賀にて消費者月間フェア2016を開催します。高校生の啓発劇や自然クイズ、危ないかものグッズがもらえるブースに、私たちのライブなど盛りだくさん。ぜひお越しください。あ、すいません。あ、もしもし。え、美肌になるエステですって？契約します。ダメな見本です。冷静に考えましょうね。